具合はどうだ？細胞が死滅してしまった傷口は手当てし、俺用に開発していた試作品がいくつかあったの。それも無理なんですよ。うちの義手は全て本人のチャクラに反応して動くように作られておりまして。よし、俺用の試作品ちょっと持ってきてくれないか？え、どうなさるおつもりです？ああ、なんと7代目のチャクラを分け与えて強引に接続してしまうとは。これってよ、父ちゃん四六時中チャクラ練りっぱなしってことだよな。ずっと影分身してんのと変わんねえよ。大丈夫なんか？前にも言ったろ、チャクラってのはつなぐ力なんだってよ。こうしてみるとかっけえな、腕がこんなのなんて。ちょっと羨ましいってばさ。なあ、そのチャクラってやつああ、お前の中にもちゃんとあるってばよ。特に異常なしだ。ご苦労さん。お帰りだ。ただじゃおかないわよ、渦巻きナルト。よう、デルタ、こっぴどくやられたみてえだな。お金は私がぶっ殺すわよ。この葉には器の回収に行ったんじゃねえのか？カワキのせいよ、あいつがホカゲの娘をかばったりするから。カワキの野郎、ホカゲと仲良くやってんじゃねえか。君じゃかなわない奴なら僕の出番ってことでしょ。なんてざまだ。任務については過信孤児の方針に従えと言ったはずだぞ。そもそもこの花なんぞに奪われちまう前に回収する任務だったはずだろう。もっと情報を得るためにあえて行かせると言ってた。次元とカワキの他にカーマを持ってる奴がいるわ。何？ホカゲの子、渦巻きボルトよ。ボルトだと？渦巻きボルト、ホカゲの子。確かよ、あれは本物のカーマだわ。死の間際にしっかり残していたか、己の器を。これ以上里の人間を危険にさらすつもりか？確かにそうなんだけどよ。彼の抱えている事情が分かるまでもう少し様子を見てもいいんじゃないかな。その代わり警備はつけさせてもらう。しかもおっと、議論はなしだ。そんなわけで頼めるか、このハマル。もちろんです。そろそろ仕事に戻ろうと思っていたところです。からの奴ら、ひょっとしたらすでに動き始めているかもしれねえ。これ以上の犠牲はもうごめんですから。なんでここまでしてくれんだ？お前だって自分を盾にして俺とひまわりを守ってくれたじゃねえか。俺がいるからからに襲われた。守ってくれたのはあんたの方だ。昔の俺を見てるみてえだよ。ほっとけねえんだ、なんかな。俺に忍術の修行をつけてくんねえか？よし、そんじゃ今日からお前は俺の弟子だ。修行だろ、チャクラを使えよな。言っただろ、チャクラが本当にすごいのはつなぐ力だって。カワキもいつか分かる時が来るさ。誰かと心が通じ合えばな。ここでいいだろう。その前にまだこの術の本当の力を見せたことがなかったが、一点集中と月のスピードが相まって、千鳥の力。この術は俺がカカシから受け継いだものだ。もう一つの器か。こりゃ忙しくなりそうだぜ。裏切り者はまだわからないってことか？裏切り者だと？
俺を疑ってたのかよ。みんなぶっ殺して新しいインナーを揃えりゃいい。代わりの人間ならいくらでもいるぜ。いい攻撃だってばよ。千鳥を得得できる可能性はある。相手に一撃でダメージを与えることが絶対条件。サイからの呼び出しだ。え、俺じゃないと対処できない任務らしい。頼むってばさ。好きなの選べよ。くだらねえ。四代目ホカゲじゃねえか。おめえ一発目からいきなり超激レアかよ。また出やがった。もうマジで卒業しようかな、ゲマキ。おい、なんだよ。変えようぜ。やったー、父ちゃん以外のおかげカード初ゲットだってばさー。7代目おかげか。カワキーサンキューだ。クソが。そっといった方がチョだからな。破片が一つ足りねえか。おい小僧、座れ。勝手にナルトのそばを離れるな。